インターネットのオークションでちくわの穴が売りに出されました。ちくわの穴反対派に落札されますと、今後ちくわから穴がなくなることになります。穴のないちくわは果たしてちくわと呼べるのか。穴のないちくわでございます。ちくわ市場かつてない厳しい状況に、ちくわ関係者はまんじりともしない一夜を過ごすことになりそうです。ちくわの穴、存続か消滅か。落札しないと。オークションの、オークションは楽天市場。オークションは個人間取引の場です。ルールを守ってご参加ください。